こんにちは、ゆうです。パザーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日無課金サーバーか芝居にまでやっていきたいと思います。はい、この前のね、前回の生放送お付き合いください。ありがとうございました。無事にね、6000の本物のガチ紙になれたので、はい、で、来月、月始めですかね。6000だったら僕も何かもらえると思ってたんですけど、何ももらえなかったんですね。で、今日は芝居丸も、百式から、千住。ね、前回あげたやつでは、ちょっとね、まあ、かろうじて、っていうところまでいけたんですけど、はい、今回はね、本気で、撮りに行きたいと思っておりますんで、早速動画撮っていきたいと思います。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、ミリムナーバを、にしました。はい、を、にって、はい、何度持ってんねん、はい。ちょっと不完全なね、リムルが使うよりは、こっちミルムやったっけをなんかちょっと練った方がいいかなと思って、はい、それにしました。それではご紹介します。リーダーのミリムナーバに、シンクロ覚醒が陰の加護、スキルチェーン2つに邪神耐性。で、虫柱の継ぐ小武器つけております。で、変身時に7、6番目にして、変身後が、シールド破壊と120億解放と、ドロップ3色のドロップを9個ずつ生成に、でイラスキが闇火回復の同時攻撃ダメージを 80% 軽減、攻撃力が55倍、4コマ加算、固定500万ダメージ、闇属性の回復が 1.5 倍となっております。で、こちらがゴブタをプロデュースですね。ゴブタをプロデュースに超覚醒全パラ強化にアシストの光線剤にスキルチェーン2つ。で、一瞬にしてこっちの狙いはミス全て見切られたからは、クロロをね、リーダーに、クロロをリーダーにして、何だっけ、ハンターコロシアムか、で、そのリーダーにしてクリアしたらなんかもらえるやつですね。で、ノブタをプロデュースは、はい。ノラターン内のダメージを軽減で全ドロップ強化消せないと、覚醒無効状態を回復。まあ、軽減ループの役割つつ、タイミングが合えば、ドロ強と、はい、もう消せない、覚醒無効対応しまうと。あと、完全毒耐性あるのもいいですね。で、こちらがラクスクライン&エターナルですね。はい。ラクスクライン&ラクスに、直覚醒全パラスキル遅延2つに。一応ね、もうスキルブースト、スキルは足りてるんで、アシスト無効センターつけておきました。はい。で、抱き武器つけて、チーム HP 持ってます。ね、その理由、ラクス入れてる理由が、ほんまに全然火力にはなんないんですけど、HP をね、少なくされて負けるっていうパターンがやっぱり多いんで、その HP 倍率がなかなかないので、で、それの時に、回復力と最大 HP ちょっと 1.5 倍にして、あと、覚醒無効解除も、はい。しかも、ターン軽いですしね。あと、ステも高いし、回復倍率のランでも、はい。その理由で入れておりますと。で、こちらがシオンですね。シオンに、超覚醒全パラ強化、スキルブーストプラスにスキルチェーン2つ。あと、これ、初音ミクコラボの、明瞭ではっきりとしたサウンド。スキブ2つを補いつつ、7コンボ強化で火力も増しつつ、指も補いつつ、ネクラミも補いつつという感じですね。で、あとは主にね、自分のダメージを、自分の攻撃力2倍にして、上限解放90億と、あと、ダブル吸収無効の役割を、要所要所で補ってもらおうと思っております。で、こちら、ベニマルですね。ベニマルに全覚醒、超覚醒全パラ強化、スキルチェーン2つにスキルブーストプラス。で、あとは、シンセレコード。ラスやって、ラスのミル武器ですね。はい。これで、チーム HP、チーム回復、クモ、指、スキブ、あと、ヘイスト、を補っていただいております。フレンドさんのミリムナーバに、シンクロ覚醒陰の加護で光属性軽減プラス1つにスキルチェーン2つに、HP 強化2つと、あとこれもミリムの武器つけていただいておりますね。はい。で、バッジがね、このテンスラバッジと行きたかったんですが、僕テンスラバッジ持ってないので HP プラスです。はい、ラストチャンスとなりました。はい、これでどう出るかですね。はい、それでは成功。そう、さっきね、ちょっとうまいことかかせたんですけどね、落ち込んでやられちゃいました。ちょっと仮面をね、倒さんでいい、仮面倒しちゃって、くそーってとこなんですけどね。せっかく切り抜けたんですけどね。で、まずは威嚇します。で、力だけでもダメなミスして、あっ、ミスった。はい、今度は私が見せてやろうして、で、防御陣形を整える必要をして、で、はいはい、待って、変身忘れてたんやけど、変身すんの忘れてたんやけど、これ大丈夫かな。あー、最悪、
500待ってもよかったんですけどね。よしよし。ただその76なんで色はあると、角打ちなんで、しかもなおさらルーレットも作ってくれるとラッキー。無理やりポジティブに考えるようにしていこう。待って、これ闇作らへんか。闇作るよね、闇作るよね。あかん、もうちょっと、ごめん、無理。いらんことせんとこ。で、ルーレットどこにある？全部、5、6に収まっちゃう？収まっちゃいたい。お邪魔。そこのとこも。こうで、はい、よし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 、これでなんとか OK。 T もやっぱ決まったよね。あれになったら T になると思った。よし OK で、ルーレットも利用していって、はいはい、ルーレットも利用して、まず回復が欲しい、で、ちょっと待って、ちゃんとやめてんで、こう先で、ひー、はい。で、次、ドラゴンドマがやっと溜まるんで、よかったー。じゃあ、印刷黒竜派も決まって、はい。クリアーして。よし、OK。んで、ここで、待って、こうか。よし。よし、オッケー。はい、オッケー。で、ここコンボ現象でしょ。ここはコンボ現象は、メルヘルフレアして、んで、ヒラズミ、ヒラ社員していって、はい、ちょ待って、めっちゃつながってもうた。もうちょ、オッケーオッケー、よしよし、これ多分切ったでしょ。やばいな。ただこれケビンが引いたままなんで、ここで行ったらダメなんですよね、多分。いや、いけるか。いや、行ったらあかんかったな、これ。ちょっと待って。ただ、アマテラスやったら。やられちゃう。ちょっと手抜こう。見ちゃうな、多分。ヒゲ曲がれるし。いや、ミスったな。おー、危ねえ、よかったっす、のみことさん。天使超天使イザナギでした、はい。で、これで、はいはい。なんかやっとね、積んじゃうんすよ、僕、この辺で。んで、ちょっと待ってよ。消えろ。ヘルフレアしといて。で、とりあえず回復は4ゲしないよね。危なかった。よしよし、いけ。よし。よしよし、黄色ヘルフレアして、ヘラドフェナーか。これ何秒？ 5.5 秒だったらいけるやろ。弾頭気流、鉄サイガーしたんで、はい、OK。押し込んできた。オッケー、よし。で、4フロアだ。オッケー、ごえもん、小太郎やったっけ？小太郎さんでした。申し訳ございませんでした。
はい、フレンドもフレンドちゃんウィンも大丈夫。ちょっと待って、ほんまぐっちゃぐちゃになってる、なんかパズドラ用語が。これ火ね。はい、はい、よし、ここで戻ってくると、一旦ここ忍者落としましょうか。はい、よし、脱がして、はいはい、オッケーオッケー。ただこうしてこうして、はい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 、よし、オッケーオッケー。次これで落とせるでしょう、多分落とせるんで、ここをたぎりつつ、まあ、ここ最後倒せんでも、あれか。とりあえず闇の L 字、T 字決めといたらいいんで、T、T、あ、これは闇ではない。なんか数学の公式みたいにおっしゃったけど。回復組み合わせたかと思った、危なー。よっしゃ、で次が忍者戦隊ですよね。オッケーオッケー、よし、はいはい、種割れして、はいはい、オッケーオッケーオッケー、はい。でここをちょっとね、こいつ削っときたいんですよね、ほんま。闇の T 削っといたら多分間違いないんで、でここもここも、でここで、うわー、じゃあ回復 L 字決めてなかったな。回復 L 字がね、結構火力ソースになるんでね、弾頭気流の。よかった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 。ここでいける分には大丈夫なんですよ、片方解放してるから。フルフリアして、よしよし。ここ闇ね。闇の音か。これでいいや。はい、オッケー、よっしゃ。射撃決まって。よし、オッケー。で、次が、ロックフロアで。オンヌラバー、アンシャリテリシャリ。なんか言うてはるけど。なんそうか。よし、とりあえず、防具陣形を整える必要で、ちょっと可愛く抵抗して。ちょっと待ってくださいね。ちょっとダンジョンデータ見よう。何やったっけこれ。誰やったっけ。消せないをしてくるんで、消せないだけはね、OK。じゃあ、こいつのちょっと、種割れをちょっと割っときますね。はい。種割れ言ってるけど、あれ種割れちゃいますね。あれですね。種割れはシードや。よし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 。これでちょっと火も落としになって、で、闇も落ちてきて、ただ相手無効貫通やったことに今気づく。よしよし。んで、種割れ待たされて、はい。ゲロ、ゲルグレアして、無効貫通を決めに行きたいと。はい、うんうん、こうしようか、はい、よし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 、 OK。 まあ、おーしよしよしよし、ナイスやナイスナイス。そこで今種割れしようと思ったとこやね。ただ、ちょっとそこにされるのは予想外。じゃあ、デバフは予想外なんですよね。はい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 。よしよしよし。オンヌラバー。アフテマスワカ。シリカロ。プリペットバロ。ウンケンスワカ。ここで座るか。
ヘルフレア。ここら辺で種割れしちゃうとちょっと危険なんで。ミスっちゃったな、これちょっとやばいかな。ちょっと、うん。あ、よかった。耐えれそう、耐えれそう、耐えれそう、耐えれそう。オッケー。あー、きつかった。よし。で、1、2、3、4、5、6、7。オッケー、闇ある。闇あるね。でも、ちょっと待って、これで、はい。ねえ。よっしゃー。うい。よし。で、防御陣形を整える必要が出てくるんで、折り紙。防御陣形を整える必要でしょ。で、とりあえず覚醒無効を、ちょっとだけでも大事なのとして、種割れも解除しといて、ね、黄色ヘルフレアしといて、よし。何？火か。火ね。よし、ナイス、落ち込ん。ストップー。よし、耐えた。あぶねえ。よしよしよし。で、ここで、ワゴン伸ばして、よしよしよし。ちょっと更新。はい。よし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 。よし。OK。で、ドラゴンノバがちょっと使えへんのですけど、織姫さんがやってきたと。織姫さんのちょっとダンジョンデータ見ますわ。ルーレットか。星々の祈り。よしよし、はい、待って待って。ちょっとよ。覚醒庫飛んでくるこれ。わからん。わからん。けど、とりあえず防御陣形を整える必要しといて。でもこれ、ちょっともう、あんま、どうでもいいんで、はい。正直次シード破壊したいんで。なんでお邪魔になったんやろね。よし、オッケー。わー、オッケーオッケー、よかった。ここでシード破壊しとかんで終わった。んで、じゃあ、ドラゴンノバー行って。よし、オッケー。ここで火になったら行きまして。よし。はいはい。光吸収ね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。光タイプはいいよ。よし。ヘルフレア。ちょっとやばいな、これ。ちょっと攻撃力ダウンが激しいんで。ちょっとたかがまだメインカメラをやられただけなんですけど。はい。よし、OK。よしよし。なんとか光には持ってった。おし、光まで持ってったら、そう、軽減もあるんで。ちょっと待って、種割れする？次が、次ね、もう吸収ないんで、ちょっと割れてんの、ちょっと割りましょうか、もう一回。種割れしましょう。はいはいはい。んで、いやもう今でいいや。よし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 。いや、ちょっと危な。うわぁ、びっくりした。そんなことあるんや。知らなかった。
とりあえず軽減だけ貼りましてやな、軽減貼りましてやな。これだけでもうあとドラゴンノバでいけると思うんで、はいはい、よし、天の川エルレットは大丈夫、おしぼしになり、あーデバフか、ただデバフとはゆえこんだけあったら、よしよし、はいはい、待って、危な、ほっぷんねー、おっしょ、オッケー、うぅ、来たー、サカンダルアップさん、なんとか言ってるけど、サザンダボール、弱体化目覚めね、こんなことはよくわからんけど、どうやってするかわからんけど、おっしゃ、ヒーロー、ヘルフレア、なんで、とりあえずひたすら、ちょっと待って、いいでしょ、どっちもいいか、はい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 、こうしようか、あ、待って、あっぶんね、よし、来とるね、よしよし、で、これで、はい、OK、防御陣形を整える術をして、ドラゴンノバして、はい、うーん、でここ向こうかつくのかも、で、こうでいいか、よし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 、おーしし、あー、コンボ現象ね、コンボ現象、はい、ルーレット、ルーレット、んで、ちょっと待ってね、ここで使おう、よし、で、回復を4ゲージ絶対したいんで、5ゲージか、強化ドロップも入れて、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい、おー、よかった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 、危ねえ、危ない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 、ちょっと待って、これ、そこだけよく下げられてない、あれ、よしよし、これちょっと回復ね、努力を探して、回復努力あるかな、あるわ。普通にあった。んで、はい、闇道具もある。で、んで、4、5、6、7、8、9、もう2個ー、いや、ただここで弱体化目覚めよ。あれか、潰すっていうのもありなんか、もう分からんけど。難しいことはよくわからんけど、よしよしよし、で、強化ドロップの回復が欲しいんですけどないので、はいはい、ちょっとちゃんと見ればよかった、とりあえずこうしといて、よしよし、よいしょ、来た、あー、ちょっと待って、うぅ、悟りを開き出した、アグナンスバリア、ちょっと待って、ちょっと待って、アセストの超根性発動でアセストの子ね、了解、デバフ来た、はいはいはい、ちょっと待ってよ、種割りしとこうか、ここね、よし、ちょっと待ってよ、死んだ、はい、
もうなんかもう混んでいいや、とりあえず混んでいいや、もう混んでいいわ、とりあえず混んでいいや、もう。とりあえずデバフ解除したいんで、マジで。また弱体、あ、でも、上書きしてくれた。ロッキー。あー、ラッキーでもないか。回復努力はあるんで。ヒロヒロヒロして。よし。で、暗闇は回復ね、全部。はい。了解。ね、はい、水がね、オッケー、お邪魔目覚め、サウザンドブレス、早め交換通、早め交換通は、とりあえずこの金割れも取られるんで、これよしよしよし。で、回復僕はここでちょっともうここで処理しといて、はい、マイナスがね、ちょっとほんまに回復できないことが一番ちょっときついんで今。よし、どうせ無効貫通だしね。よしよし、でここ割っといて、で、防御陣形を整える必要しといて、で、これもしとこうか、一応。んで、はい。よし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 。OK!よしよし。で、また割られた。闇になった。オッケーオッケー。これはでかい。何体以内に倒さなあかんとかある？エンター前にね。はい。よしよしよし。よしよしよし、ナイス落ち込ん、ナイス落ち込んよ。よし。はい、暗闇目覚め。十字はないのよ。しかもドローリーフ、強制ドローリーフ入りました。よし。はいはい。ただ暗闇もまだ自分で増やしていくスタイルなんで。火ね、光元。はい。おお、よかった。上止まった。もっとやばいと思った。はいはい。で、とりあえず HP 上書きしといて。で、ドラゴンノーバーしといて。ね、2ターンでしょ？闇さえとりあえず決めといたらいい。ちょっと待って、どうしよう。よしよし。毒目覚め。毒大丈夫なんじゃなかったっけ？毒大丈夫ちゃうか。んで、ヘロフレア、ヘロフレアちゃうわ。ヘロヘロやもう。こっちが。回復？闇ね。よーし、だって指短い、忘れてた。ぶんでー。HP が上がってるから、待って、危ない、一旦整理しよう。指減らされてるよ。よしよし、指減らされてるから、
指減らされてるから、はい、よし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 、で落としにもなってる、よし、指減らされてるよ、指減らされてる、また笑えたよ、河原回し、よし、サーザンドハンド、はい、OK、 指減らされてるからあと2ターン、はい、でOK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 、 こうでいいか、よしよしよし、回復の水も終わった、はいはい、うわこれはこれ割れちゃう、うわこれはドローリフの分きたか、でとりあえず防御陣形整えるとして、ちょっと待ってちょっと待って、疲れた疲れた、よしよしよし、でここは火、いやー闇自分で揃えなあかん、闇自分で揃えなあかん、火も全部自分で揃えなあかん、指があと1ターンやろ、指があと1ターン、こういったんか、こういったんか、ここでよし、これで回復は十分、ププ、はいはい、お邪魔目覚め、あ、向こう向こう向こうは大丈夫、とりあえず指減らしは減ったから指減らして、よしよしよし、まずは回復の分してから、ちょっと待ってね、これ何、何、火だけ、火だけ、ちょっと待って、無理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 、ストップ、よし、 OK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 、 とりあえず HP 上げといて、でこれ使って伸ばして、でちょっと T ミスんなよ、 T マジでミスんなよ、よし、行ってくれ行ってくれ行ってくれ、ピョーッ、あーもうしんどかったー、何分これ、あーしんどかったー、取れてるよねこれ、あーよかった、あーあーごちそうさまでした、あーしんどかった、3気づないとちょっと動画見よう、はい、オッファーの動画見てきました。ラストチャンスだったんで、最後の最後で、供給面さんでよかった。ちょっとクリアタイム見てみましょうか。29分01秒。はい。あ、こんな感じの編成でクリアできました。あー、よかったー。マジで。ちょ待って、正午だよ。クリアタイムとかどうでもいいから、正午見に行こう。正午見に行こう。正午見に行こう。はい、クリア情報、千獣ゲットでございます。ちょ、一瞬つけましょうか。一瞬つけましょうか。一瞬つけましょう。今3月なんや、めっちゃ。一瞬つけましょう。千獣柴犬丸で、ユーザー設定で、ちょっとネタバレ防止のために、どうやったっけ、称号設定、はい、100式にして、はい。いやー、マジでお疲れ様でございました。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。めちゃくちゃ長期戦になっちゃったんですけど、めちゃくちゃ、あれですね、もう一人なんですけど、うわ、ずっと言ってました。んで、3決です。はい。はい。で、今回はこれにてお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ動画の感想や評価もよろしくお願いします。ああ、本当に最後まで応援してくださり、ありがとうございました。なんとか無課金しまさばかしまるまるも、千獣クリアでございます。食材これで終わりましたか、私。はい。それでは、ちょっと疲れたんで、今から動画編集に勤しみたいと思います。はい。今回の相手は私、ゆうでした。それじゃあね、バイバイ。